はい。それでは、かもしれませんについて勉強します。用言とは、動詞や形容詞のように活用するものです。体言とは、名詞や代名詞のことです。では実際に、かもしれませんの例文を見ましょう。明日は台風が 来るかもしれない。この来ますの辞書形来るという要言がついています明日は台風が来る可能性がありますという意味ですその可能性があるという意味に注意しましょうそして断定はできなく確信度が低い ということが特徴的にあります。明日は台風が来るはずですの方が確信度が高く明日は台風が来るかもしれないというのは確信度が低いです。そして同じ意味に明日は台風かもしれないと台風という名詞 体言を使っています。この二つの使い方に注意しましょう。あの人を好きになったかもしれない。私はあの人を好きになったかもしれないというのは、このなりますというところがなったという過去形になっています。 私でもまだわからない、よくわからないときは、かもしれないというふうに使います。同じように、彼が好きなのはあの人かもしれないというふうに、ここに体言を持ってくることができます。この二つの使い方に注意しましょう。 そしてもう一つの用法として「もしかしたら明日は雨が降るかも」のようにこちらに副詞を持ってきます。またここの部分を見たらわかるように「何々かも」と省略することが非常に多いです。 もしかしたら、明日は雨が降るかもしれないと言うのですが、ここにかもと省略することで非常に交互的になります。多分、明日は雨かも。日常生活ではこのように言うことが非常に多いです。そして、雨という体言に変わっているところに注意してください。 もちろん、こちらのように、振ります、の、振る、という用言を使っても大丈夫です。あれを買った方がいいかも。彼が欲しいのはあれかも。このように、非常に曖昧です。日本人が好む曖昧表現の一つとして、この、かもというのがあります。 あれを買った方がいいいはずです、というよりも、日常生活ではあれ買った方がいいかもというふうに非常に曖昧な言い方をしますこちらでは「いい」という形容詞「いい形容詞」を使っていますこちらでは「あれ」という代名詞を使っていますこの2つの違いに注意しましょう それではこちらから一緒に読んで発音の練習のしましょうをしましょう明日は台風が来るかもしれない。明日は台風が来るかもしれない明日は台風かもしれない。 あしたは台風かもしれないあの人を好きになったかもしれないあの人を好きになったかもしれない彼が好きなのはあの人かもしれない。 彼が好きなのは、あの人かもしれない。もしかしたら、明日は雨が降るかも。もしかしたら、明日は雨が降るかも。 たぶん分明日は雨かも,多分明日は雨かもあれを買った方がいいかもあれが欲しいのはあれかも。 彼が欲しいのはあれかも。はい、それでは皆さん、できましたか